ヤロバのテルマール近くにあるスドゥシェンの滝ヤロバはトルコ北東部マルマラ海の東海岸に位置する都市。ヤロバ県の県都でもある。2009年時点の人口は92,166人。一般にヤロバという地名は海沿いの平原という意味のヤルオバが語源とされる。ヤルはギリシャ語で海岸という意味で、オバはトルコ語で平原の意である。 ヤロバでフェトヒオクヤルとその娘と並ぶアタチュルク。1930年8月13日撮影戦士時代の紀元前3000年頃に初の村落が形成された。前21世紀にはヒッタイと、前13世紀にはフリギアの支配下に入り、前74年にローマに征服された。395年のローマ帝国分裂後は引き続き、ビサンティン帝国に支配された。 1302年にオスマン帝国領になった。ケマルアタチュルクは晩年、時々ヤロバで過ごした。彼の有名な演説の一つに、ヤロバは、私の街だというものがある。ヤロバにはアタチュルクが過ごした、下宿、ラテン語のサウミーが語源とされるテル、マールの有名な温泉など、多くの観光スポットがある。また、テルマールへの道中には、カラジャ森林公園がある。 ありがとうございます。